オールブラックスに対してトライを決めるイングランド代表のショーンペリートライとはラグビーユニオン並びにラグビーリーグにおける得点方法の一つであるトライは相手のゴール領域内にボールを設置させることで得点されるラグビーユニオンとリーグではボールのグラウンディングとインゴールエリアの定義がわずかに異なるトライという用語はトライアットゴールに由来するラグビーが始まった当初は グラウンディングしただけでは、得点にならず、ゴールキックに挑戦する機会が与えられるだけであった。トライは、アメリカンフットボールおよびカナディアンフットボールにおける、タッチダウンと類似している。大きな違いは、トライではボールが、インゴールエリアのグラウンドとプレイフィールドあるいは、インゴールエリアにいる選手に同時に触れている必要がある点である。ラグビーユニオントリーグ双方の規則では、 タッチダウンという用語は、正式には、守備側によって、自陣のインゴールにボールをグラウンディングさせることのみを、指す。二つのラグビーコード間では、規則の詳細部分とそれらの解釈において、違いがある。まずは、共通要素を一家に挙げる。トライを決めるためにダイブするショー味エンスコー。ラグビーユニオンの歴史得点を、参照ラグビーユニオンではトライは5点、ラグビーリーグでは4点である。 ラグビーリーグでは、トライの点数は低いものの、ゴールキックの点数の低さとポゼッションの保証のため、より多くの場合トライが主要な得点方法である。しかしながら、ラグビーユニオンでは、ゴールの点数が大きいことと守備チームの技術によって、トップレベルの試合では点数を積み重ねるために、ゴールにより依存している。ラグビーユニオンでは、トライの点数は0.5点,点へと長い期間をかけて変化してきた。 ラグビーリーグでは、元々の点数は3点で、1983年に4点に上昇した。ウェールズラグビー協会は、プロ12のカブディビジョンである、ウェルシュプレミアシップ2015から16シーズンにおいて、得点の価値を変更する試行を行っている。この試行ではトライは5点から6点に増える。加えて、ペナルティーゴールとドロップゴールは3点から2点へと減る。 ラグビーリーグとラグビーユニオンどちらのコードにおいても守備チームの反則によってトライが妨げられたとリフェリーが考えた場合攻撃チームに認定トライを与えることができる反則がどこで起こったかに関わらずペナルティートライは常にポストの下で与えられるラグビーユニオンではトライがおそらく決まったであろうということがリフェリーによって適用される基準であるラグビーリーグでは 守備チームの不正がなければトライが決まっていただろうというレフェリーの考えにおいて認定トライを与えることができる。ラグビーリーグでは守備チームがボールがグラウンディングされている時に反則行為を犯した場合8ポイントトライが与えられる。まずトライが与えられ次にトライが決まったインラインからコンバージョンの試行を行い最後にポストの前からペナルティーキックが行われる。 ラグビーユニオンではトライ後の反則は中間点で与えられるペナルティーとなる。コンバージョンを蹴るスコット・ダルーダどちらのコードにおいてもトライが決まった時得点したチームはコンバージョンを試みる。このゴールへのキックが決まるとトライの点数がより大きな点数へと変換されるためコンバージョンと呼ばれる。キックはボールがクラウンディングされた地点に沿ってタッチラインと 平行なプレイフィールド上のどの地点からでも行われる。成功した場合、点数が加算される。コンバージョンが成功となるためには、ボールはクロスバーの上、ポールの間を通過しなければならない。どちらのコードにおいても、コンバージョンは、プレースキックとドロップキックのどちらで試みても良い。とは言っても、ほとんどの選手は、一般的により簡単であると考えられている、プレイスキックを選択する。 しかし、7人制ラグビーとラグビーリーグナインズでは、コンバージョンは、ドロップキックとしてのみ行われる。ラグビーリーグでは、試合の時計は、コンバージョンの準備と実行の間も動き続ける。一部の大会ではレフェリーによって、トライが与えられた時点から25秒のショットクロックが、開始される。より簡単にコンバージョンを行うために、攻撃側の選手はできるだけ、 インゴールエリアの中央に近い位置にボールをグラウンディングしてトライを決めようとする。ラグビーユニオンとラグビーリーグどちらでもコンバージョンは2点である。したがってゴールへのキックによってトライの点数がラグビーユニオンでは5点から7点に、ラグビーリーグでは4点から6点にコンバートされる。ラグビーユニオンでは2017年から時間短縮のため認定トライの場合は、 コンバージョンは行わず、トライが認められた時点で7点が与えられるようになった。インゴールエリアはゴールラインからデッドボールラインまでの長方形の領域である。ラグビーフットボールの初期の形では試合の点はゴールによって決められた。トライ、アットゴールは相手のインゴールエリアへのボールのグラウンディングに対して与えられた。トライ自身の点数は0点であったが、 相手チームの妨害を受けずにゴールへのキックに挑戦できた。このキックが成功するとトライがゴールへコンバートされる。トライ自体に点数が与えられるようになった後もトライの価値の重視が進み、ユニオンでは1972年にはトライのみの得点が4点、1992年にはトライのみの得点が5点となった。ジャパンラグビートップリーグでは勝ち点などで並んだ場合、 トライ数によって順位を決める場合があるほか、大会によっては1試合で4トライ以上獲得した場合ボーナス勝ち点が与えられる。トーナメントでは試合終了時に同点の場合、トライ数の多い方が勝利となる。ありがとうございます。